どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、まあ、雑談です、雑談、もう雑談ですよ。なのでね、もうキヨキヨに興味ない方、どんどんもうバズボタンを押してですね、他の動画、面白い動画見ることをお勧めいたします。今回ですね、ちょっと雑談未満の話かな。いや、まあ本当に個人的な、本当にね、個人的な雑談なんですけども、今ですね、ちょっとクラン方針とかね、昨日もですね、そのロビーっていうチャットアプリで、その長老とかサブリーダーの方とですね、2時間近く話し合ってたんですよ、クランについて。でこれからどうするかってことをですね、話し合ってた時に、今ですね、見てください、ゴエモン JPN 10人対戦やってます。それなぜかっていうと、タウンホール10が、タウンホール10もう一人いるんですけれども、まあ、もう一人の方はちょっと今忙しくてインできないということなので、今5人ですけれども、そしてタウンホール9の上位陣と、まあ、ヒカベとかの面の方、メンツの方々が、一応ですね、参加してマッチングを悪くしてですね、相手をターンホール10の、今回は今回のクラン戦はターンホール10の戦いなんですけれども、まあ相手もターンホール10が7人、こっちは5人で、相手7人で、まあターンホール9という形で、その私たちですね、今ですね、まあ今私たち、すみません、今参加不可となっております。はい、まあ、クラン対戦をターンホール10、ターンホール9上位、過去穴埋め対戦、希望者対戦で、まあその、まあいろいろあるんですよ。そこターンホール9対戦、ターンホール8対戦とかで、間に希望者対戦を挟んで、最後には全員対戦という形で、まあそのクラン対戦の周期変えたんですけれども、やっぱりね、なぜ、まあ私本当どうでもいいです、どうでもいい話をする、本当にどうでもいいです。ですね、この人数が10人ということは、一人一人の攻めが非常に重要となってくるんですよね。要は私がですよ、もし例えば相手の1番を攻めてね、星2しっかりと埋められればいいですけれども、もし星1とか星0、まあ星1はまあ、良くないですけれども、まあ星0とかだった場合、クラメンでですね、星1と星2の差が非常に響くんですよね。要は、今回ですと相手はおそらくターンホール、9はですね、ターンホール9は全開してきますよね。そして、今回 1,2,3,4,5 この5個を全部星2とかで取られた場合、私とかがですね星1とか取ってると、もう足引っ張ってしまうんですよ。要は一人で足をめっちゃ引っ張ってしまうっていうのが10人対戦の怖いところでもあり、面白いところなんですね。そうすることによって一人一人の緊張感であったり、一人一人の攻めの上達、でですね、さらにクラン戦に人数参加してないとですね、その24時間の間に何人、まあ、何回だ、10人なんで20回の攻めなんですよね。要は一人一人の攻めにしっかりとアドバイスできるんですよ。50人対戦ですと、もう何て言うんでしょうね、10分に3回ぐらい攻めるぐらいの頻度で、例えばホットタイムですよ、例えば9時とか夜の9時とか10時とかに、もう10分間の間にね、相当攻めますよね皆さん。そうするとミスった時にですね、ミスった時にアドバイスができないんですよ。アドバイスしてるとどんどん他の人が攻撃していって、どんどん、こうね、回転してしまうので、一人一人にしっかりとアドバイスすることができないということで、私たち今回ターンホール10対戦、そして希望者対戦、ターンホール9対戦、希望者対戦、ターンホール8対戦、全員対戦みたいな感じの周期でやりました。まあですね、雑談で私たち何が言いたいのかっていうと、 なぜこのね、こういう制度にしたかっていうと、まあちょっと攻めの質とかね、いう問題で、やはり一人一人のね、そのレベルっていうのをね、上げていかないといけないのかなって最近思ったっていうですね、どうでもいい話です。超どうでもいいですね。あと雑談何しようかな。なんか最近じゃないですね、昨日の動画のコメント欄で、昨日かな、わかんないですけど、コメント欄でクラクラ お悩み相談室っていうのを開いてくださいっていうのをですね、言われたんですよ。お悩み相談室どうですかねやってくださいみたいな聞かれたんです、言われたんですけれどもね、もしお悩みあったらコメント欄書いてください。お悩みあったら書いてください。何でもいいですよ。そこで私適当にこうパパパッとね、お悩み相談ね、受け答えていきたいかなと思います。まあね、雑談、ほんと雑、まあね、クラン運営について今日話したかったっす。なんかその、皆さんどうしてますかね、というか私雑談ただこう話したかっただけじゃなくて、皆さんのクランどういうシステムで、どういうルールでやってるか、ほんと皆さん教えていただきたいです。コメント欄にですね、今回のコメント欄ちょっと書いてほしいことはですね、お悩みありましたらどうぞくださいっていう、お悩み
の件、そしてあとはそのクラン運営ね、例えばメンバーの方でもその私の動画を見ていらっしゃるリーダーの方でもいいですけれども、メンバーの方でもですね、リーダーはこんな風にやってますよとか、あとはリーダーさんだったら私たちはこういう風に制度でやってますとか、ぜひともですね教えていただけたら嬉しいでございます。ということでですね、まあ、今回雑談ということで、まあですね、今回私緊張感をですねさらに上げるために、今回のクラン戦ね、2回とも動画にしたいかなと思います。ということで皆さん、ぜひともですねクラン戦実況、久しぶりですね、1ヶ月ぶりくらいですね、クラン戦実況もお楽しみにしてください。ということでご視聴ありがとうございました。